通販、電子ティド社パンクティロブラコバノイシカグマ属電子ティディアは、コバノイシカグマ科に属する分類群の一つ。子の能群はコップ型の包み膜に収まる。多くは中型から大型になる、シダ植物。根茎は横に張って伸び、硬い毛が生えている。また、副背性があって、背面に二列に葉をつける。イカンタバは、環状中心柱を作る。傭兵は、 葉の表の側に溝があり、また毛がある。葉は、右上吹くようで、毛があるか、またはない。葉脈はすべて有利する。胞子能群は、葉脈の端に生じ、葉の縁につく。包み膜は、裏表から挟むようになって、コップ状になり、内側に胞子能群を含む。この包み膜は、内側が、真の包み膜で、 外側はそれに相対する葉の縁が、包み膜とくっついて生じたものである。このコップ状の包み膜は、基部と側面で葉の裏につき、口を葉の外側に向け、裏面側に多少を曲がって、生じるのが普通である。放子能は、放子能床の先端側から順に熟する順熟を示すものもあるが、多くは、成熟程度の様々なものが入り混じる、根熟を示す。 宝子脳の艦隊はほぼ垂直にあるが、不完全。世界の熱帯域を中心に分布し、約70種が知られる。多くは常緑であるが、日本産のものでは火力性になるものがある。宝子脳群がコップ状の包み膜に収まるのは本属の特徴であるが、やや似た構造を持つのが、フモトシダ属マイクロレピアである。この属では、宝子脳群は、 葉の内側の方から伸びる丸い包み膜に覆われるが、包み膜の両脇が葉の面に融合し、ポケット状となる。また、胞子のオ群が葉の縁ではなく、やや内側に生じるのが普通である。日本には以下の三種がある。このうちでオーレンシダは、包み膜の構造が、ふもとシダ族のそれに近く、他にもこの族の中では、得意な点があり、 オーレンシダ族コプティリップタリスとして別族とする説もある。以下、主として、岩月編、P100 たが P48 たがわ、P48。ありがとうございます。